どうもこんにちは、鉄道好きサクラブスです。今日は徳島県の公園バスタムランドに来ております。後ろには雫マンのキャラクター以外に動物もいるし、後ろの光も綺麗です。今日はイルミネーション見に行きました。じゃあ早速見てみましょうと思ったら、鼻にはオリエンタルトリップにもあったカラフルの卵があります。中にはクリスマスの色がプロジェクションマッピングみたいに回転しています。この歌は東京オリンピック2020の曲です。見ると景色はアンパンマンのマントの下を通ることになりました。後ろの急流滑りは乗ろうと思いましたが、中もイルミネーションなので大人気です。なのでこれは1時間くらいは待つと思います。オラはそんな予想だにはいません。3人とも予想だにはしていません。多分ここはオリエンタルトリップの日本一長いエスカレーターの始まる前の赤と緑がオリエンタルトリップのように光っています。卵多いね。お、ここには青と白の光がなんか知らんけど動いています。ここは風があっても揺れないのに揺れています。なんか気持ち悪い、ね、風に弱すぎるね。えでもこれ人が踊っていることを間違えないでください。では3匹のエンジェルフィッシュが泳いでいます。飛行機これは青色のエンジェルフィッシュ。ジャーターのママの方見て。ここはスナックのエンジェルフィッシュで、ここだけ目が緑色のエンジェルフィッシュです。ここじゃ、2個して、2個して、2個して。あ、ここにもいるか。どこでクリスマスに囲まれた家じゃん。ここはクリスマスに囲まれた家です。クリスマスツリーは身の回りに6本あります。クリスマスツリーは青とエメラルドに使って綺麗ですね。これに魔法をかけると
手作りケーキや手作りチョコレートが出てきそうで魔法をかけてみたいですね。木にはピンクのハートとちっちゃい白色のハートがくっついています。下には水色と白と緑とピンクの光があります。なんかさっきからは小雨の雨が降っていますが傘はなくても大丈夫そうです。まあ後ろのビルの丸いトンネルを行ってみましょう。今度は四角いトンネルだけっていうか裏にもグラムみたいな形をした。いや好みおったんよ。グラムってな。おったんよ。重さのグラムです。あの描き方みたいな形がありましたので白と青ですとも言ったんです。と思ったら右左にもありました。うわこれなんだこれ、トゲトゲ言葉の絵文字みたいです。今度は珍しい形をした青とのトンネルですと思ったら外側には星、白色の星がついていました。この後何分か経つとアスタブランドのキャラクターの水色のように水色になるんでしょうね。後ろアスタムという字がいろいろな色に光っています。綺麗ですね。さっきよりは雨がだんだん降ってきましたね。雨が降って寒くなったので北海道を受け取りました。北海道と北海道は言葉が似ていますね。後ろは龍宮のところに雪の結晶が光っています。足元が滑りやすくなっています。ご注意ください。今日のイルミネーションは万能公園みたいにすっごく綺麗でしたね。一番綺麗やったでした。あそこ行くと死ぬかなと思います。この中では死んだらオラがこの道を選んだのが悪いということになってしまうと思いました。でもタヌキと野良猫3匹が見られたのは嬉しかったです。では See you、 またお機会に。ロボット歩きです